活躍をね、一度進みよう。了解。前方の敵を攻撃すればいいんだね。よしよし。オッケー。ん？おじさん、町中に侵入したメカブーストは海をさらっています。なんだと？あのメカブーストコンテナに町の人を詰め込んでいるのか。暴れるな人間ども、おとなしくコンテナに入れ。ママ助けて。子供だけでも助けてください。うるさい。大人の子供も男も女も関係ない。ああ早くしろ。あいつら人間をさらって逃げる気か。どうします、おじいさん。デウス各機は逃げるメカブーストを追え。推進棒を潰すんだ。他のメカブーストやベガはこちらの妨害してくる。何としてもそれを突破しろ。くそ、外族の連中なんてことをしやがるんだ。しか逃がすかよ。絶対に奴らを止めてやる。グランカイザー戦えるのか。トーガ、エイジとリールが戻らなくても戦わなくてはならない。これが僕たちの使命だから。お願い、戻ってきて。エイジ、戻ってトーガを助けてあげて。トーガ、お前の投資無駄にはしないぜ。待て、トシア、エルダーが来る。に数多いよ。見つけたぞ、ゴッドシグマ。しかし外族が作戦行動中のようですが、ブッチャーのゲストの遊びに付き合う必要はない。我らは我らの使命を果たすぞ。了解です。さっきはゴッドシグマを狙うのだ。やはりエルダの狙いはゴッドシグマか。望むところだぜ、相手になってやる。俺たちが踊りになればエルダの連中を引きつけることができるだろうしな。おお、ほんと来いだ。頼んだぞ、ゴッドシグマ。外族の方は俺たちに任せとけ。我々の人たちを助けるのは無理な戦いを強いられることになり、これは勝率を低下させる。今ならわかる。僕たちは敵を倒すためではなく、大切なものを守るために戦うのだと。そうか、リール、俺たちも戦うぞ。町の人を守るんだ。はい、各機急げ。何としてもさらわれた人たちを救い出すんだ。クラーゲン4機以上撃墜する場所は、またはクラーゲン全機マップ端に達する前にテラールを撃墜する。クラーゲン全機がマップ端に達する前にテラールを撃墜する。そうか、回避するっていうと4機以上、どうしたらいいんだこれ。ここ回避するっていうとテラル前期撃墜しちゃダメで、クラーゲンマップ端に足しちゃえばいいのかな。何機いる？ポッキテラルを撃墜する。あ、こいつか。なるほど。どうしよっかな。いやー、さすがにちょっとここは取るか。1ポイントぐらい取っても大丈夫だよね。なんで集中砲火で倒そう。ここはちょっと SR ポイントを取ります。攻撃で牽制に回る。ここは回避しようとするとめんどくさそうだ。
押し切れないね。これは分かってんだ。この機体を無理にそっち側に連れていくのは危ない気がするんだよね。あ、でも、まあ、味方はもう いっぱいこっち来るか。コミッション変えよう。お前が先頭だ。当てられる。当てられるのはさすがにまずい。うん、だいぶ下がる、だいぶ下がるな。どうしたルナマリア。集中つけてるからはね。レイはしょうがないか。さあ、張り立てるわよ。まあ、この二人はしょうがねえな。確実に撃破する。12パナイス。当たんの結局。まともに食らうわけには。12パー当てられたよ。こちら痛くなっちゃうかな。こちらもう無理させたくないな。できるの大変だしね。僕に欠けているものが何かはまだわからない。でも僕は戦う。それが僕の使命なんだから。攻撃を開始する。僕は十分。何機かちょっとこっちの相手もさせよう。仕掛けます。目の前の敵に攻撃を集中する。っていうか、勝ちにもうちょっといい機体乗せてやりたいな。落とす。多分ね、前半もっとしっかり勝つにね、敵倒させてたら、多分違う機体がね、使用機で追加されてたと思うんですけど。いい機体だ。俺の反応についてきてくれる。マーク2やたら強いよね。ここからもう一撃。よっ、落ちろ。
これか、ゴッドシグマそっか、短期で出てんのか。スーパーロボットって斧好きだよね。お、オッケー。はいはい。やられちゃ、あ、だ、受けた。ナイス。T4。意外と頑張った。はいはいはい。こいつらの当たらないと。僕が盾になります。今のうちに交代を。当たるかい。シールドをうまく使えば捕らえたぞ。こいつの火力なら押し。こっち狙ってくる。アンホイザー撃っちゃおう。オレンジ55、マーク97、敵確認。その位置に向け攻撃を。アンホイザー。やれるかな。ナイス。いいよ。いけいけ。アムロ単独で強いからな。あ、そっち目指すんだこいつら。なるほど。なるほどなるほど。この一体間に合わなそうだな。どうかね。
当たらねえし、味方に当たるし、いっか。運動して下げられた。あんま関係ないけど。いいよ。でもこれで一気に逃げてくれたらどうなのかね。ベスタールは回避できるけど、これもう無理だもんね。そっか、サリキンに処理始めとけばよかったのかな。届かないか。移動コース。でも4マスだもんね。どうしようもねえな。うん、無理だ。逃げられたね。いかん、メカブーストが離脱する。活気すげ、これ以上の犠牲者を出してはならん。海賊め、もう好きにはやらせねえぞ。うん、元気。あ、もう加速も使えん。わあ、届かない。
きませんね。しょうがないか。残念だけど、これ見捨てるしかねえな。まあ結果 S ラ取れんかったから良かったんだけど。報告通りだな。ゴッドシグマ以外に地球人の戦力も驚くべきものがある。このまま時が進めば宇宙は破壊と暴虐に止められる。この歴史ここで断ち切らねえ。こっちがじゃ。いってやれい。まずいぞ、最後の敵が逃げる。クソ、そうはさせるか。あ、こうなるのね。えい、ゴッドシグマで逃がすか。ネロリーズ、これでは市民まで巻き込むことになる。よし、さらわれた人たちをやらせてなるかよ。トシアさん、ゴッドシグマ、自らの身を盾にして市民を救うというのか。攻撃が止まったぜ。トシア、あのエルダの戦艦から通信が入っているぞ。ん？ゴッドシグマよ。我が名はエルダー軍司令官テラルだ。あれがエルダの司令官。我々エルダは非戦闘に危害を加える気はない。先ほどの攻撃はこちらの手違いだ。これを詫びたい。あいつ、敵である俺たちに頭を下げるのか。ふざけんな。どうせ油断させといてそこをズドンってやる気だろう。信じてもらえるとは私も思っていない。だがけじめはつけよう。アドテラルってやつ。ガイトを撃墜した。心配するな。非戦闘員の乗ったコンテナは無事だ。ではあいつ、外族の仲間じゃないのか。私はただ、己の心に従ったまでだ。ヘラル、ゴッドシグマのパイロット。名前を聞かせてもらおう。トシア。ダン・トシアだ。ダン・トシア。お前に言っておく。我がエルダは未来のため、ゴッドシグマは必ず倒す。次に会った時が、お前たちの最後だ。全軍、交代だ。あ、どうなった？あれ？何だったんだあいつ。わからん。だが敵ながらなかなかあっぱれな男だったな。エルダのテラルか。これどうしまい？いかん。我々も交代するぞ。おととい来やがれてんだ。メーラの好きにさせねえからな。覚えてろ地球人め。大丈夫かリール。怪我してねえだろうな。ありがとうおじいさん。町の人たちは私を守ってくれて。こんなものは集めしまいだぜ。そういうエイジさんなら、きっとトウカさんを変えることができると思う。見る。トウカさんは小さい頃から、ずっとお城で暮らしてきたのよ。家族も亡くして、お友達も作らずに。だからちょっとぐらいずれてても仕方ないっていうのかよ。俺はあんな頭空っぽのすっとこどっこいの天然野郎と付き合うのはごめんだ。私、トウカさんの気持ちがわかるような気がするの。私もトウカさんも空っぽだから。そういえば、ビールは記憶がなかったんだったな。だから、お前もルナも甘いんだよ。このままあいつを戦わせたら、取り返しのつかないことになるかもしれないんだぞ。でも、エイジさんなら、トウカさんは止められるわ。本校の時のように、あなたがいれば、冗談じゃねえ。俺はあいつのオールじゃねえぞ。
あなたにしかできないの。新たな未確認飛行物体を感知。これは。ゼラバイアか。気をつけろ諸君。あの戦闘のゼラバイアのエネルギー量は桁外れだ。奴が敵戦力の中核か。トーガ、無茶をするな。トーガ、グランカイズの武器が効いていない。どうなってんだ、あいつ、化け物かよ。あのゼラバイア、周辺の空間を歪めてこちらの攻撃エネルギーをそらしているのか。交代者のトーガ、ホットグラビンならまだしも、グランカイザーじゃ無理だ。いや、下がらない。相手がゼラバイアだからって、意地を張ってる場合かよ。そうじゃない。ホットシグマやみんなだって、命を懸けて街の人を守ろうとしたんだ。僕だって、同じように戦うんだ。トーガ様、これにこの街にはエイジとリールもいるんだ。奴らの好きにはさせない。うん、頑張ろうトーガ。初めてトーガの叫びを聞いたよ。仲間や守るべき 人たちのためか。あいつも戦うだけの人形じゃなかったってことだな。次はグランカイザーを援護し、あの新型のゼラバイアに本気を集中させろ。了解だトーガ、お前を死なせやしないぜ。ヒドウェルの撃墜、ヒドウェルどれ。